はい、今回は斜めの動きでボールを引き出すというのを解説します。ダイアゴナルの動きでボールを引き出す方法について解説します。まずボールを少し運び、前線の選手が少し動いてスペースを作る動きをします。そこでできたスペースに選手が入って、でパスを引き出します。